ください。はい、よいしょ。今週も始まりましたね。第3回目ですね。気づけば。気づけば。気づけば3回目ですね。はい。まあ今日、ちょっとね、だいぶビッグなゲストが来てるんですけど、その前に、ちょっとまだ、出たことがない。お、新しい顔が。新しい顔が。お前だよ。お前だよ。マジか。お前だよ。その自己紹介をさらっと。さらっとね。さらっと行きましょう。これ見るの？こっち見るの？うん、まあやっちゃうよ。これね。うん、あ、どうも。クラブラッシュ統括お仕事ひろです。おはようございます。よいしょ。よいしょ。タイトルコールいきます？タイトルコールいきましょうか。タイトルコールとそうなの？タイトルコールいっときますかね。笑う犬みたいな。まあ、ちょっと、あのね、笑い犬。笑い犬だよ。ゲスト呼ぶ前にタイトルコールだけ済ましちゃいますか？まあ、ゲストをね。うん。ごめん。これは、タイトルコール。勝手分かる。タイトルコール先やっちゃいますか？このメンツで。はい。勝手がわからないから、うん、大丈夫。オカメインって言うんで、ワンダーランド。オカマインにワンダーランド。オカマイン。そう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 。オカマがいいっつったらワンダーランドってことです。オッケー。じゃあ、タイトルコールいきます。お願いします。オカメイン！ワンダーランド！ワンダーランド！それでこれ MC が見るもんなんだ。MC が見るもんなんだ。大体基本的にはね。とりあえず、あれですね、今日本当に2人ですね、ゲスト言うて。2人、はい、書いてあるよ。そう、もう書いてあるんだ。書いてあるんだけど。書いてあるよ。とりあえず、まず。読んじゃいます？どっちから？どっちから？そしたら、じゃあ。どっち先？ラックスの。ラックスの。TP？ トータルプロデューサー。トータルプロデューサー。TP から。はい。おじいたん、おじいたんほら。呼んで。おじいちゃんから、ね、おじいちゃんね、一人か一人目なんかバイースってウイースって入ってバッと持ってるよ、この人真ん中座ってまだまだウイースどうもーシャムですシャムでーす座らないでしょ、絶対にバッと持ってるでしょ。ちょっと自己紹介、自己紹介を、何自己紹介、自己紹介で、はい、カメラを、あはい、どうも、クラブラックス、トータルプロデューサーやらせてもらってます、巻浪ジリです。よいしょ、はい、よいしょ。そしたら、あれですね、2人目。すごい水出てる。これはね、いきますか、我らがね。そうなんですよ。我らが。3回目に出していいものなのかと。皆さん、前向いて。さ、迷ったんですけどね。迷ったんだけど。少年 A、 ここで出していい人なのかっていうのをすごい迷った、ね、ハクさんもまだって言ってるから呼びましょう。そうですね、我らがエイジンイノベーションオーナー、オーナーハクさん、綾波ハクです。ど真ん中で始めろ、よいしょよいしょ。じゃあ自己紹介ですかね。自己紹介お願いしてよろしいですか。はい、AG の綾波博です。よろしくお願いします。少しでも長くハクさん見たい。見たい。素晴らしいですね。少しでも長く。素晴らしい。すごい。フライト乾杯しますか。乾杯を。そこはやっぱりいいのかとか。あ、やっぱりね。マジか。いいのかと言わない。じゃあ誰か。乾杯の温度。今日一日、めんどくさくならないようにお願いします。お願いします。はい、お願いします。めんどくさいって何のことですかね。そう、何の話かな。あ、もうだけ良くない、良くない、あー、良くない、残ってるよ、サルでーす。ハクサムだから、そういうオーナーこれですよ。違うんですよ、違うんですよ。いや、ほら、自分のペースっていうのね。でも、テキーラ混ざってる。テキーラ、グイグイって言われてるんで、はい、グイ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 、よし、こい。これさ、氷足りないよね、絶対。あ、わかる、いつも最終的にこれない。これ、アイスもらえないの？もらえると思うよ。アイスもらえるの？うん、ちょうだいって言えばくれるんじゃない。欲しい、アイスください。お
俺も知って持ってきます。あ、いいですか。テンション低くないそう、テンション今日ちょっと、ちょっと 今ちょっとそれとかまあ言うてね、これ営業終わってちょっと経っちゃってるだそこなんだよね。寝起きではない。テンションがね、営業終わって一回お酒が抜けたってテンション抜けてもうた。ちょっと俺ら MC に盛り上げてもらわないと。そうそうそう、無力、無力3人無力やな。やばいやばいでしょ、やばいでしょ壁がありますもんね、こことここで。ある、ある AT フィールドが見えないからね。壁作られたけど、どういうことかな、これね。まあなんだろうな、この集団ホストです、ホストです。うん、ハクポケモン捕まえたかって来てますよ。逆にね、逆に逆にそうじゃなくて、何なのって思うよね、もうね。確かに、まあでもジャレットが謎枠でしょ。ビクトリアかな。ビクトリアな、ビクトリア、ビクトリア、ジャレットだっつってんの。まあ、別に今日、特に企画はね、うん、特にはね、特には考えてないんで、うん、なんか、そうですね、とりあえずビッグなゲストを呼んでみた。うん、あとはもう任せるっていう。はい、そうですね。何か聞きたいこととかあればね。なんか、まあ、言うて、告知のところもちょっと変えたんですけど。うん、あ、どうす。あ、来た。ちょっと。あ、どうも。はいはい、お酒取ってこうね。キャストを募集しようかなと。見てる人がいれば。お、従業員。もうこの展開で。なかなか、まあまあ、喋らないから。まあでもね、確かになんか、待って、喋っていい、喋っていい、喋っていいのも分からない。勝手が分からないから。ちょうだい。欲しがり。欲しがり、もう本当に。じゃあ、硬い話。硬い話嫌だね。嫌だ。宗教とか変なのよ。よくない、そういうのにダメ。そういうのダメ。NGNG。で、この後どこ行きますか。この後はどっか行くんすか。4時半くらい。4時半くらいだ、4時半。あー。オーナーは普段どういうところでお飲みになられてるんですか。僕あんま飲まない。あー、もう普段ですかね。それ面白いですか。あんまり面白くない。ひでえな、もう。来週お店行きます。ジャレット、鼻くそほじるなと。ジャレットは男、女どっち。お金、あご、クソで、頭か。うん、おかめ、頭、クソでかいぞって悪くて。いや、いや、俺だから悪くて。いつも言うていつも言うてたもんね。うん、でもなんか、ハートの女王みたいになったもん。ハートの女王は、ハートの女王はただの悪口だ。悪口だよね。悪口だよ。ただの悪口。ちょっと待って、じじさんが何もするの。お酒足んないよ。お酒足ってる。足んないやつですよ。足んないやつ。じじさん、とりあえず飲みますか。はい、キーラとか、自分でよく言ってくれたら。これダメなやつ。体にお酒を。グイッ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 。あ、それそれ。グイッ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 。あ、それそれ。やっぱね、おかわりください。あ、はーい、どうぞ。ありがとうございます。まあ、言うて、今回ちょっと、背景とかも、ちゃんと。ね、ちゃんと。あ、ほんとだ。はい。3回目にして、キノコ終わり。キノコ生えてるいっぱい。うん、でも、やらしいんですけど、ワンダーランドっぽく。そうそう。キノコや。うん、ほんとだ。後ろにぼんやりラッシュって言われてる。ほんとだ。でもキノコある。セロがある。そう。グイグイ、ジャベットは何も…ズネコの部屋じゃなくなったの。ズネコの部屋あれは、俺の第一候補が結果なんかあんまり出てこなかったから。ズネコの部屋、うん、募集した結果…ズネコはね、そんな出てこなかったの。ここに見たし、なんか歌舞伎の動物園みたいなのが出てきたんで。そうそう、なんか歌舞伎の動物園ちょっと悪い印象を与えるなと思って。インコ添えようみたいな。いや、そうなんですよ。僕もだから嫌だったんですよ、この番組出るの。どういうことでしょうね。嫌だ。俺も2回目見てるんだけど、質問にも答えないし、うん、面白くないな。コール後のテンション、ハクさん、かわいい、とりあえず多分ね、気になってんのは、そう、ジャレットグイグイ、そう、いじめられてるとか書かれてる。いやいや、ハクのキノコどれ。ハクのキノコ、ハクの動物園でハクさんここでオープンできます。ジジ君手振って。できない、ね、ジジ君手振ってって。振ってない、それ手出しただけ。これじゃあどうしようかな。飲みます。ジンさんどんだけ慣れてないですか、撮影とかいうもん。何よ、居酒屋の生放送ってやつ。生ですよ、生。これはちょっと、ね、今日ぶたってる。何言っていいか。はい、今日はぶたってますよね。なんかうちらがまとめてジンさんいじめてるみたいになっちゃってる。まあそうしたらです、なんかあれ、軽くどんな店、どんな店なのかみたいなことやりますか。
軽く飲むみたいな、ねうんまあ、ちょうどね、うん、そのお客さんも VK なんですかとかいう質問も出てるんで、うん、軽めにそうですね、うん、確かに、ね、2店舗あるんですよ。これはクラブラッシュでやってるんですけど、うん、そのエイジイノベーションっていうグループで、うん、あのクラブラックスっていうところもあるんですけど、うん、そのラックスさんから今日来てもらってるんですけど、うん、よっよっはいそれぞれ軽くそうですね。どんなラックスさんとラッシュはね、どんなお店なのか、ラッシュはまあ統括からでっていう感じで、はい、お店の雰囲気とかをね、はい、っていうのをやりますか。うん。したらなるほど。したらじゃあラックスさんからですね。お店の雰囲気とか。お店の雰囲気。うん。雰囲気って、はい、まあどんな感じかみたいな。そうですね。ラックスはまあやっぱそのまあラッシュさんは一応 VK の店テイスト的にはテイスト的にはテイスト的にはいや多分ラックスのやつで大丈夫。ラックスさんのラックスだけのやつを言ってくれる。ラックスだけのやつ、はい、ラックスだけのやつ結構なんかラックスはラックスはなんかまずまあ僕を除いてなんですけど顔面偏差値が高いですね、この従業員、うん、本当に、まあ、あと若いみんな若い若いっすよ、うん、ちょっとね覗いて若いまあ本当に、まあ、僕はロリコンなんですけどすごい言っちゃえば逆に言えばショタコンのまあアラサーぐらいのちょっと怖すぎますねガチのやつはダメっすかこう、はい、ガチじゃいかないあの外周後半を迎えて多分こう若い肌がね後輩一回飲みますか一回飲みます一回飲みましょうグイグイはい、コメントの反応早いよ、もうロリコンガチコンガチコンでもロリコンね、引き顔の偏差値は本当に高いですねラックスさんは、うん、で、みんな若いんすよ、本当にその20歳をちょっと過ぎたぐらいの人が多いまた来ますねなんかもう年齢の話だね反省して、いや本当に若いからこうやっぱ勢いがあるなるほど、はい、うん、勢いがあってね、はい、うん大きいグループにも負けないみたいな。負けないですね、はい、うん、本当にもう大きいもの持ってるんでみんなこう。大きいもの持ってる。大きいのも。キノコ背景にそれ言います。ね、キノコ背景の大きいもの持ってる。大きいキノコじゃないですけどこうね。打倒どこのグループ。どこっすかねもな。僕にグループ。それはまあ後ほど聞いてみるとして。後ほどそうですね。それはやっぱオーナーからね。あそれはね。グループとしてはやっぱ白様から後で。そうそうそう。うん。本当嫌だ。まあ、ラックスさんの紹介は僕からね、そうですね、ラックスのことについて言えるのは、ね、まあこれぐらいですね、まあ、ですね、まあ本当にこれ以上はやっぱお店にね、ぜひ足を運んでいただいて、うん、本当にもうみんな、うん、僕みたいにこんななんかおどおどしてるやつじゃなくて喋れる人しかいないんで、はい、ぜひ遊びに来てみんなの目で確かめてください。ありがとうございます。昔の攻略もみたいじゃない、自分たちの目で確かめるんだ次はコミツの攻略もみたいでしょ。大丈夫ってやつ。ラッシュ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 ね、ラッシュの統括から、うん、あ、じゃあ行きましょうかね。確かそうですね、多分ちょっとかこの間調べた限りだと若干ちょっと年齢層高めですね。24、なんとなく平均とつよみたいになったね。平均とってどれくらいだろうと、24、5くらいでね。そうだ、25だったね。アダルティーな大人の魅力をね、そうそうそう、店内ジャズとか流れて、何嘘つけピアノの生演奏とかあるからね。もうああいうの流れるって言っちゃってるから、ああいうの流れるって言うから、そうだね、ラウジとかじゃないからさそうですね、なんだろう、両方見てる感じだと、なんかワイワイしてる気がするんですけどね、よりね、いい意味で、はいはい、いい意味で、ね、悪い意味で言うと動物になっちゃうから、いい意味で言うといい意味で限り言っといて受け取ってほしいんだけど、うん、ワイワイしてるかなって感じですね。あとなんかコミュ障多いそれ大丈夫それ大丈夫なんかあのいい意味でコミュ障多い。いい意味でコミュ障多いいい意味で多いだから、ね、打ち解けたらなんかすごい楽しい。あーはいはいはい、だ最初とちょっとね、まあ、みたいな、ね、印象がね変わるってことね。15分くらい経つと変わるみたいな。とりあえず全員グイだ、とりあえず全員グイだ。はい、乾杯はーいはーい、乾杯しましょう、はい、これいいらない意味がない。ああ、じゃあどうしよう、これは、まあ、混ぜる、混ぜちゃう、混ぜる、そういうの、うんうんうん、飲んだのに、飲んだよ、飲んだよ、飲んだよ、今飲んだよ、はい、今飲んだよ。でもこれじゃあ混ぜられちゃうね。はい、いただきます。いやー、確かに MC 結構喋るんですね。ん、他喋ってくれないんですか。そう、うん、待ってるね。いや、ここね、まあとりあえず、うん、そうしたら、まあ、グループ代表、白様からですね。そうです、ラックスとラッシュ
共にみたいな、まあ、感じが、総合的グループとしてどうしてでも、もう本当にラックスはでも顔面レベルはめっちゃ本当に高いんです。本当にレイラ君とか名指しかっこいいですよね。名指ししちゃったけどね、一人で黒江とかね黒江ですか。コウガタンイケメン。じゃあ旦那とかルキ君、旦那もまあまあある意味いける。だって黒江さんとある人言わせる。だってね、もうすごい美少年だって言ってたから。喋ってる旦那とか言われても多分誰かわからない。ルキ君ってキャストがね、2人ともいるんですけど、イケメン。だってなんすよ、ね、ちょっと待って、いやもうそれはあのジジのターンじゃないんで、今ジジのターンじゃないから、今ハックのターンだから、うん、今ジジのターンじゃないから、スタンバイフェーズ、自粛して虚無層になってくる。ちょっとわかんない。あれ虚無層って虚無層だね。虚無層だね。虚無層。そうですね。ラックスは本当にでも顔面レベル高くて、すごいなんかフレッシュな感じなんですよ。フレッシュ。はい。そこはでも多分今ラックスめっちゃそれが売りだよね。まあ若さありますね。若さがもう、フレッシュ、勢い、爽やかみたいなね、うん、ありますよね。最近新しいメンバーとかも増えたんですよね。増えた。あ、なんか増えましたよね。ああ増えました。黒いってナンバーワンですよね。黒いはナンバーワン。違えよ、そのコメント見て気になってしょうがない。ラッシュは、ラッシュはなんだろうな。え、でも面白い。いや、面白いですよね、うん、いや動物園って言われてるけど、でも、うん、いい意味ですかね。いい意味での動物園だから、なんとも言えないですけど、はい、ラッシュって何があったの。ラッシュはまあ個性がすげえ言われると、個性やばくないですか。個性がやばい。だから個性がやばいよ本当に。俺もなんかラッシュので出るんじゃなくてラックスで出なかった。いやそんなオーナー CM 行きましょう。 CM だぞー。どうぞお酒欲しいね。はい、はい。最近カステンと有名なラッシュじゃないですか。あ、これ拾わない方が良かったね。うん、うん、okay? そこほっといて。 OK? 言ったやつ殺すぞ。出しちゃう。わし、わし、わし、音読した人、うん、音読しちゃったよ、確かに。あー、どうしよう。逆にそういうの拾った方がいいのかなと思って。そこスルーしようよ。ラッシュはサファリパークって言ってるよ。そう、まあ、いや、言うてだからあれっすよ、ね、え、でもポケコーで元気ストライクが出た。確かに。でもどうぞめっちゃ出た。そういう意味で、今日配信されたんで、そういう意味で、うん、今 NOW、ね、話題的にね、ゼニガメも出た。あ、ゼニガメ、トイレにゼニガメがいる。ラッシュ、ラッシュ、ラッシュのトイレ、ね、そう、不思議だね、出た。不思議だね、うちでも。不思議だね、とカイロスと、あと堂々出ましたね。あ、全部うちにいる。います、行きますね。ポケモン GO のニックネーム何にしたっていう。あ、普通にハク綾波と綾波ハク。あ、同じですね。俺もヒナを作るぞ。作るヒナ作りました。現実作りましたよね。うん、ですね。そのままですね。そのままです。ですね、タブレットと、うん、僕はスケベヤクザです。スケベヤクザ。拾う？拾うそれ。拾うそれ。スケベヤクザはどうしたらいいの？嘘です。飲みます。スケベヤクザ、スケベヤクザ、ここまで持ってこい、スケベヤクザ、スケベヤクザ、スケベヤクザ、ス
テレヤクザって竜が如くかな。いや、リアルに言うと今日のポケモン GO で歩いてたら、ジムリーダーじゃないやん、なんだっけ、あのその餌巻き散らしてるやつじゃないですか。あいつの名前見てたら、なんかスケベヤクザって書いてて、こいつのハンドルネームめっちゃ面白いなみたいな。それもらっちゃった感じですか。もらっちゃいました。もらっちゃった感じです。ネタバレ。ネタバレ。ネタバレなんですけど、あの、ですね、東新宿ら辺ですね、この黒への股間にたまたまが。ああ。それは、ラッシーとたまたまが。それは、意味深。あれ、名前出ますよね、自分の名前。この出るんですか。出ないですか。え、出るんですか。だってジルさん見たんですよね。あー、そのスキベヤクザは、そのだからその変な餌を放出したから出たんですよ。はい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 。何もしない時に出るかどうかわからない。うん。あとアバターも変えれないんですよね。あ、変えないんですか。変えれないです。今にしちゃった。変えれない。黒い人にしちゃったのに。でもいいじゃん、褐色は。褐色で白飲みたがってるとかだよね。そう、俺も今それ見てちょっと、うん、もう飲みたいのか、しょうがない。白様あったらもう、それもじゃあの飲みたいなら飲んでも、コメントであのコールをやってもらったら、それを俺らがね受けて。そうですね、コメントから、うん、白さんは毎日出勤してるんですか。渡りに来てたの。どちらかにはいますね、多分。いやでも基本はいるじゃん。基本はラッシュで大丈夫ですか。いやだ、やった。基本ラックスです。はい、でも基本ラックスの方にいますよ。基本ラックスの方にし、あ、グイグイ、グイグイ出た。グイグイ出た。グイグイ、グイグイ、グイグイ、よし、グイグイ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 、よし、グイグイ、グイグイ、グイ。まああの電話で確認を取ってもらえたら、うん、いますかと。はい。たくさんいますかっていう。糸電話の方でね。でも帰ってきたもんね。すぐ来る。来てた。おお。なんて。なんて。ダメダメダメ。ね、糸電話でね。ほらもう糸電話買っといた人いるってよかったよ。俺も買っといた。ハク飲んでなくないウォーウォー。ハク飲んでなくないウォーウォー。ハク飲んでなくないウォーウォー。ハク氷入れましょうね。まだまだ氷募集。DM とか。ぐいぐい。やっぱジンさん拾いたくないよ俺。いろんな意味で。あれ聞いてする。バレた。ジャネット飲んでないわ。ジャネット飲んでなくない。ジャネット飲んでなくない。ジャネット飲んでなくない。ちょっとあの何やってるの。あの氷入れようかなと。サポートで回ろうかなと。いい。ジャレットの氷がないし、お酒もないから、ズネが一番飲んでるね。うん。MC 飲んでなくないウォーウォー。 MC 飲んでなくないウォーウォー。 MC あ、でもビールなくなっちゃった。ビールあるよ。ある。ここにあるもん。あ、ビール。あ、パッケージ変わったからか。そうそうそう、パッと見カロリー。ジャレットごちそうさま聞こえないから。ジャレットのごちそうさま聞こえないもん。ごちそうさまが聞こえない。泡もあふれてる。あふれてる。グイグイよしこい。グイ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 よしこい。ごちそうさまです。ごちそうさまです。いった。いやもうな、今までごちそうさま誰も言ってないのに。ごちそうさまが可愛くない。グイ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 よしこい。グイ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 よしこい。グイ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 よしこい。お酒作らせてあげて。じゃあ入らないから無理。なんか多分もうちょっともうちょっと可愛く入らないから。入らないから無理。入らない。おじさんもグイ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 。今のおじさんが悪いよ。時間も結構迫ってきてるんで、なんか聞きたいこととかあれば。あればね。どこで時間書いたの、塚田さん。あと言うて5分ぐらい。感覚で聞きもないですね。5分ぐらいしかないんで。いきなり短いだね。あとはその、あれですね。ラックス、ラッシュは仲いい。仲悪いです。嘘。マジ仲悪いの。一部はね、一部大好きなのに。おじさんたちは結構仲良し。あ、確かに。おじさんたち結構仲良し。みんなおじさんじゃん。だ若い子たちはちょっとあんま関わりないけど、お互いの店舗のおじさん同士は結構仲良し。あとあれなんかね、わちゃじじい飲めよって言われてるよ。じじいでしょ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 。
ビクトリアさんは、ね、あ、関連入れちゃった関連じゃんこれ、あ、関連俺も、あ、関連俺もビクトリアさんは席ついてくれますか、ビクトリアさんは、あの、場内を入れてくれれば全然つきますよ。とあるね、リスナーさんがジャネットをビクトリアと覚えて、そのままビクトリアのままなの、ずっと。あ、ビクトリアなの、名前。そう、それ私の過去のお客さんです。ジャネットさん、ちなみにヨシアっていうのね。ヨシアは知らないな。ヨシキじゃない、ヨシキ、わかんない、え、どうにかして、わかんない、え、俺ジャネット女子だって信じられてる人。ちょ、ちょ、ちょ、待って、あの、言うてそんな時間がもうないから、もうない、もうない、よし、もうないから、あれあれ、いいよ、告知ダッシュ2期生大募集、これね、これこれこれでしょ、2期生大募集、あ、これ、そうそうそう、これの文字が、これ、ここで、こっち、ここにあるね、これだよ、そう、それが一番ね、よしは巷で噂のセクシーボーイ、これだよね、だからね、そうそう、これでしょ、そうそう、わかるね、授業にね、本当に。どっちのお店もキャストは募集中、募集って動物並みのキャラじゃないといけないでしょ。いやだ、イケメンが欲しい、確かに爽やかなイケメンが欲しい、ラッシュはイケメンが欲しい、うん、ラッシュ、わってなラックさん、わってなって、なんかあの普通の欲しいですよね、爽やかな、爽やか系いいね、ジャニーズ系みたいな、うん、欲しい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 じゃない、ジャニーズ系好きね、欲しい、え、欲しい、あ、欲しい、欲しい、すぐ欲しがる、何がすぐ欲しがる、え、でも来週からとメジャーリーグ欲しいよ、うるせえ、欲しいのも、一回のもか、グイ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 、よし、こい、グイ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 、ジャネキー、ジャネキー、ジャネキー戻らしよ、ジャネキー、ジャネキー、ジャネキーいるならおいで、利用でじゃねえよ、来るんだったらおいで、ね、来るなら来る、ジャネキー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 、欲しいよ、そりゃ。ほら、1分前だよ。まあ、1分前、よかった。1分前です。これ、見てくれてる。ねね、男子ショック。男子ショック。男子ショック。いっぱい男子ショック。メンズ。本当に、今こんな感じですけど、結構、爽やか系とかもいたりするんで。結構普通です。はい。まあ、割と。よかったら、ね、お店に電話番号書いてあるんで。ねよかったら、給料。この人がね。出しますよ、出しますんでね、よかったらお願いします、うん、桁は何桁からですかね、うるせえ、もうそれはやっぱどんだけやってくれるかどんだけ売ってくれるかじゃないですかね、そこって来週なんかやってほしいことがあったら、個人的にここに、ここに、見舞い映ってる方々がここにやってくれりゃ、乾杯しますか、そしたら、あ、ちょっと待って、待って、いきましょう、あー、あー、たくさんもここに来るよ、来週も見てください。はい、バイバーイ、乾杯、ワンダーランド、ワンダーランド、怒っている感覚に投げかけるすべもなく溜まり込んだことにすがる、何回目の錯覚だ、笑っていたろう、さっきまで伝い込んだ仮面を舐め、紛れ込み死んでしまった純情、ましてや無情なほど溺れているんだよ、息もせずに壊れてゆくこの街で僕らは無力で、この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。君がいる世界を